はい、皆さんこんにちは、チャソです。今日は5月の4日ゴールデンウィークも残すところあと1日ですね。前半がねちょっと天気悪くてツーリングに行く気にも慣れなかったのと、あと昨日はちょっと天気は良かったんですけど、なんかかなり寒くて、あとまあところどころ雨に降られた感じで、昨日は会社の人たちとツーリングに行きましたけど動画は回してなかったですね。なんで実質ゴールデンウィークに撮ってる動画って今日のこの1本だけになりますね。で、昨日ツーリング行った疲れがあってね、昼までちょっと寝ちゃってたんですけど、まあ今日かなり天気がいいんで、まあ出発時間今ね12時に出てきて12時半頃なんですけど、これからね、まあ、羽鳥湖の方を抜けて、大内宿とかがある南会津ですね、そっちの方も抜けて、でさらに奥、まあ、福島県の県地図でいうと左の方にはなりますけど、只見までは行かずにその手前までは行こうかなって思ってます。だいたい今から2時間ぐらい走れば着くかなっていうとこですね。まあね、雨の気配もないんで今日は快適に行けると思いますんで行ってみましょう。はい、118号線を抜けて今大内宿の手前まで来たような感じですね。信号右が大内宿方面になるんですけど、今日は南会津の方に向かうんで左に曲がっていきます。何今のクソ運転。今ね、前に3台、後ろに2台ついてるんでね、マッスしてる状態になってますね。はい、とりあえず田島の方までは来ました。で、ここからは、福島県を北に向かっていくような感じですね。でね、とりあえず田島ダム、まああれっすね、見えてるやつ、あそこ一回目的地には設定しときましたんで寄っていきたいと思います。下からも行けたみたいですね。
いやー快適な道から一気に外れましたね。初めてこの400号を走りましたけど、すごくいい道ですね。山の間をずっと走ってって、で、ところどころに集落があってっていうような感じで、自然の中を走るにはすごくいい道です。はい、400走り終えですね。そろそろあとはこの252号線に乗って行きたいと思います。普段ならね、あれだけ走って道の駅着いたらソフトクリーム食べてるんですけど、とりあえず人が多すぎるんで
やめました。はい、とりあえず会津坂インターに向かってるんですけど、ここは、道の駅柳津ですね。途中にあったんで寄りました。で、まあこれから高速に乗るんで、ちょっと GoPro 類外していこうと思いますので、今日の動画ここまでにしておきたいと思います。ちょっとね、ゴールデンウィーク中天気の関係と、あとまあコロナの関係であんまりね行きたいっていうとこ行けなかったんで、まあ開けてから本番っていう感じですね。ちょっとねタッキーたちとも都合つかなかったんで、次行くときはぜひ誘いたいと思います。ということで、今日の動画ここまでにしておきたいと思いますので、まあ次回も皆さんよろしくお願いします。ではでは、バイバーイ。